次は、今現在進行中の福島の事故のことをお一言申し上げます。皆さんはご存知だろうと思いますけれども、原子力発電というのは大変膨大な放射能を取り扱うという、そういう技術です。今ここに真っ白なスライドがありますが、左の下の方に今私は小さい四角を書こうと思います。書きました。これは何かというと、広島の原爆が爆発したときに燃えたウランの量です。800グラムです。皆さんどなたでも手で持っているという、そのぐらいのウランが燃えて広島の町が壊滅したわけです。では原子力発電、この電気も、まあ、原子力発電所から来ているわけですけれども、これをやるために一体どのくらいのウランを燃やすかというと、一つの原子力発電所が1年動くたびに1トンのウランを燃やすと、それほどのことをやっているわけです。つまりそれだけの核分裂性生物という放射性物質を作り出しながらやっているということになります。原発は機械です。機械が時々故障を起こしたり事故を起こしたりするというのは当たり前のことです。原発を動かしているのは人間です。人間は神ではありません。時に誤りを犯すと当たり前のことなわけです。私たちがどんなに事故が起きてほしくないと願ったところで、破局的事故の可能性は常に残ります。いつか起きるかもしれないということになっているわけです。そこででは原子力を推進する人たちがどういう対策を取ったかというと、破局的事故は滅多に起きないと、そんなものを想定することはおかしいと、だから想定不適当という烙印をして無視してしまうということにしたわけです。どうやって破局的事故が起きないかというと、これは中部電力のホームページから取ってきた、説明の図ですけれども、たくさんの壁があると、放射能を外部に漏らさないための壁があると言っているのですが、このうちで特に重要なのは第4の壁というところに書いてある原子炉格納容器というものです。巨大な鋼鉄製の容器ですけれども、これがいついかなる時でも放射能を閉じ込めるという、そういう考え方にしたわけです。原子炉立地審査指針というものがあって、その指針に基づいて重大事故、仮想事故という、かなり厳しい事故を考えていると彼らは言うわけですけれども、そういう事故では格納容器という放射能を閉じ込める最後の防壁は絶対に壊れないという、そういう過程になってしまっているのです。絶対に壊れないなら放射能は出るはずがないということになってしまいますので、原子力発電所はいついかなる場合も安全だと。放射能が漏れてくるような事故を考えるのは想定不適当、そして想定不適当事故という烙印をして無視するということにしたわけです。ところが実際に破局的事故は起きて、今現在進行中です。大変な悲惨なことが今福島を中心に起きているということは、多分皆さんもご承知いただいていることだろうと思います。ただその現在進行中の事故にどうやって行政が向き合ってきているかということについても、大変不適切な対応が私はたくさんあったと思います。防災というものの原則は、危険を大きめに評価してあらかじめ対策を取っていく、住民を守ると。もし危険を過大に評価していたのだとすれば、これは課題だった、でも住民に被害を与えないでよかったと胸をなで下ろすという、それが防災の原則だと思いますが、実は日本の政府がやってきたことは一貫して事故を過小評価して楽観的な見通しで行動してきました。国際事故評価尺度で、当初レベル4だとかいうようなことを言って、ずっとその評価を変えない、レベル 5といったことはありましたけれども、最後の最後になってレベル7だと、もうあまりにも遅い対応の仕方をする。それから避難区域に関しても、一番初めは3キロメートルの住民を避難指示出す、これは万一のことを考えての指示ですと言ったのです。しかししばらくしたら今度10キロメートルの人たちに避難指示を出しました。その時もこれは万一のことを考えての処置ですと言ったのです。ところがそれからしばらくしたら20キロメートルの人たちに避難の指示を出す、その時もこれは万一のことを考えての指示ですというようなことを言いながら、どん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 後手ごとに対策がなっていったという経過をたどりました。私はパニックを避ける唯一の手段というのは、正確な情報を常に公開するという態度だろうと思います。そうして初めて行政や
国が住民から信頼を受ける、そしてパニックを回避するのだと私は思ってきたのですが、残念ながら日本の行政はそうではありませんでした。常に情報を隠して危機的な状況でないということを常に言いたがるということでした。スピーディーという100億円以上のお金をかけて25年もかけて築き上げてきた事故時の計算行動、それすらも隠してしまって住民には知らせないというようなことをやったわけです。それから現在まだ続いていますが、誰の責任かを明確にしないまま労働者や住民に犠牲を強制しています。福島の原発で働く労働者の被爆の限度量を引き上げてしまったり、あるいは住民に対して強制避難をさせるときの基準を現在の立法府が決めた基準とは全く違ってまた引き上げてしまうというようなことをやろうとしている。本当にこんなことをやっていていいのだろうかと私は思います。現在進行中の福島の原発事故の本当の被害って一体どれだけになるんだろうかと私は考えてしまうと途方に暮れます。失われる土地というのは、もし現在の日本の法律を厳密に適用するなら福島県全域と言ってもいいくらいの広大な土地を放棄しなければならなくなると思います。それを避けようとすれば住民の被爆限度を引き上げるしかなくなりますけれども、そうすれば住民たちは被爆を強制させるということになります。一次産業は多分これからものすごい苦難に陥るだろうと思います。農業、漁業を中心として商品が売れないということになるだろうと思います。そして住民たちはふるさとを追われて生活が崩壊していくということになるはずだと私は思っています。東京電力に賠償をきちっとさせるというような話もありますけれども、東京電力がいくら賠償したところで足りないのです。何度倒産しても多分足りないだろうと思います。日本国が倒産しても多分あがないきれないほどの被害が私は出るのだろうと思っています。本当に賠償するならということです。最後になりますが、ガンジーが7つの社会的罪ということを言っていて、彼のお墓にこれが碑文で残っているのだそうです。一番初めは理念なき政治です。この場にお集まりの方々は政治に携わっている方ですので、十分にこの言葉をかみしめていただきたいと思います。その他たくさん、労働なき富、良心なき快楽、人格なき知識、道徳なき商業、これは多分東京電力をはじめとする電力会社に私は当てはまると思います。そして人間性なき科学と、これは私も含めたいわゆるアカデミズムの世界がこれまで原子力に丸ごと加担してきたということを私はこれで問いたいと思います。最後は献身なき崇拝と、宗教をお持ちの方はこの言葉もかみしめていただきたいと思います。終わりにします。ありがとうございました。